ダニエル・カルフーン・ローパーダニエル・カルフーン・ローパーはアメリカ合衆国の政治家、外交官、フランクリン・ルーズベルト政権で第7代商務長官を務めた。1867年4月1日、ダニエル・カルフーン・ローパーはサウスカロライナ州マルボロ郡において誕生した。ローパーは1888年にデューク大学を卒業し、1901年に ナショナル大学法科大学院を卒業した。ローパーは1892年から1894年までサウスカロライナ州会議員を務めた。ローパーは1893年から1897年まで連邦上院集裁通商委員会の事務官を務めた。ローパーは1900年から1910年まで国勢調査局で勤務し、 1911年から1913年までは連邦会員採入委員会で事務官を務めた。ローパーは1913年から1916年まで第一郵政次官補を務めた。ローパーは1916年の大統領選挙でウッドロー・ウィルソンを支持し選挙運動長を務めた。ローパーは1917年に関税委員会委員長を務めた。 ローパーは1917年から1920年まで内国歳入庁長官を務めた。ローパーは1933年から1938年まで商務長官を務めた。ローパーは1939年に中間ラタ講師を務めた。1939年5月17日、ローパーはケベックのシュタデルにおいて新任状を法定した。新任状は 国家元首であるカナダ国王に対して法廷されるが、カナダ国王はイギリス国王が兼ねていたため、通常は国王の代理であるカナダ総督に対して信任状が法廷される。しかしながら、この当時、国王ジョージ6世がカナダを訪問中であったため、ローパーはジョージ6世に対して直接信任状を法廷した。カナダ国王がカナダの地において、 カナダ国王としての公務を取り行ったのは、これが最初であった。1941年、ローパーは公職50年と題した自助伝を出版した。1943年4月11日、ローパーはワシントン DC で死去した。ローパーの遺体は、ワシントン DC のロッククリーク墓地に埋葬された。 ダニエル・カルフーン・ローパーの父親はイングランドから移民の子孫ジョン・ウェズリー・ローパーであり、南北戦争では南軍ノースカロライナ第18不評連隊、英中隊、スコッチ・ボーイズで中尉を務めた。母親はスコットランドからの移民の子孫ヘンリー・エッタ・バージニア、マクラウリンであった。1889年12月25日、ローパーはノースカロライナ州リッチモンドにおいて、 スコットランドからの移民の子孫ローレナ・マッケンジーと結婚した。ローパーはローレナとの間に5何二条を設けた。マーガレットメイローーーー・ローパーグレースヘンリエッタローパージェームズ、ハンターローパーダニエル・カルフーンローパージョン・ウェイズリー、ローパーハリー・マッケンジーローパーリチャード・フレデリック、ローパー。ありがとうございます。